それでは2019年合格目標の特別公開講座で短期合格に導く江口メソッドの全容とはということで全貌とはということでお話します <laughs> ちょっと風邪気味なんでね声が出にくいので,のでちょっとご容赦くださいじゃあ1ページ見てくださいあのレジュメから見ていきますこの白いのをこれレジュメと言いますね見てくださいで今回お話しするのはまあ合格まあ合格のための方法論ですねでねあのー 簡単な試験だと、まあ、方法論をあまり打っても打たなくても、あまり変わらないんですけどね。やっぱり、こう、あの、覚える知識がすごい多いとね。まあ、うまくやらないと、下手すると、いくが、いつまでたってもわからない。っていうことに、なります。だから、方法論というのは、ものすごく大事になってくると。では、競争の話をします。まず最初に一ページを見てください。で、弁理試験の概要から、ちょっとお話します。で、あの、試験科目は、え、三つあるんですね。担当論文。 口述とで、まあ、これについてはパンフレットにしっかり書いているのでこのカラーのパンフレットの、えー、っと16ページをご覧ください。であのこちらにですね担当論文「口述」と書いてますね。で担当の合格率が9%って書いてるんですけどもこれ。 もうちょっと高かったんですけども、あの平成二十九年にちょっと急に難しくなって、で、あの合格者数が百五十人も減ってしまったと、で、論文の合格者はだいたい毎年二十五パーセントぐらいです。でもう後日は一時ね六十パーセントぐらいまで落ちた時もあったんですけども、今はほぼ百パーセント合格とそうですね。 まあいずれにせよこの3つの試験を合格しないと弁理士はなれないということです。で概要はですねまず担当試験は17ページの青色のステップ1というのをご覧ください17ページのパンフレットですねで試験科目が、えー、といわゆる知的財産権の代表的なもの特実、医、商条約著作権法、請求を防止しようとで特許は技術ですね医商法はデザイン 商標は、まあ、いわゆるブランドですねそれから条約は国際間の約束で著作権というのはまあいわゆるですね絵画とか音楽とかああいうあの精神的な活動で得られた創作物ですねだから不正競争をしようというのは、まあ、ずるいことをしたらだめよと例えばその産地を表示するのにねあの日本産アジアで取れたものを日本産といえば売れるじゃないですか。 だからそれはずるいんですね。だからそういうものを禁止しましょうという法律です。で、翌日入れればこの6科目が試験になるで、これに合格するとステップ2を見てください。論文式試験ですね。で、こちらの担当はマークシートになります。3時間半で60問ということになります。で、39点が合格基準点というふうになっているで、論文式試験を見ていただくとこちら督続。 い,い,といわゆる産業財産権ということで3科目に絞られますで7月上旬ですけども論文式でその試験時間と書いてますね特許実用新案法が2時間それから衣装商標が1.5時間書くですねで A4 の用紙に4枚1問あたり書きますなので特許法の場合は2問 A4 の用紙4ページを2つということですね。で衣装商標は 1>, 1時間半ですけども同じく A4 の用紙1枚ずつということになります。でこれに受かればステップ3の、まあ、ほとんど受かる口述試験ということですね。であとねあの論文に関しては、えー、その下に選択科目でありますね。でこれは一番下の表3に「ー1」から「り5」「法律」ということで「二し」6科目ありますけどもこの中から一つ選ぶことになります。ただ 大学院に、えー、を出てたり、まあ、所定の、まあ、資格を持ってたりすると免除になるだ大学院の人は、まあ、一番ここ一番いいですね免除になるからで受けなくていいとこれが全体の制度ですあともう一点あの担当試験に1回受かると免除制度というのがあってあの例えば来年平成30年度ですね、えー、担当試験に受かったとしますねそうしたときにその年そのまま論文を受ける。でさらに 次次ののの年年とその次の年を免除になりますだから次1年目で担当試験を受かって2年目で論文試験に集中して一気に受かってしまうというのがまあ一番最短コースですね現実的なねたまに1年で受かる人がいますけどもあれはねもう本当にねやっぱり記憶力がいい人であのまあ誰がやっても受かるやろっていうような人です大体ね。 だからあんまり当てにならない現実的なところはね、まあ、特別こう記憶力がよくてめちゃめちゃ勉強したっていう人は受かります、ね、というのが試験の概要ですじゃあこの試験をどういうふうにまあ攻略して便利視になっていくかという話ですけどもまあやっぱり難しい試験だけあってですねえそれだけまあ価値もあるえ資格になるわけですねでまあ英検とかそういうなんじゃなくてライセンスですから この資格を持ってないとその仕事ができない。まあ、いわゆる特許出願とか商標出願ができません。ということになる。じゃあ1ページに戻ってください。あのレジュメに戻ってください。でね。今お話したのが1-1の試験科目というとこですね。で、試験制度の特徴はお話したように、担当論文1-2を見てください。担当論文口述とあります。で、基本的には読む書く喋るということでアウトプットをしていくことになります。 まあまあ読むというのは選ぶになりますけどねでここでねあの試験科目の6科目はこれ全部法律試験になるであのこの中で法学部の方でおられますいないであの理系の方は私も理系ですけども理系の方5人ねで8割9割が理系ですね受けるだから法律でやったことがないだから私が弁理試験を受けた時も私も法学部ですから もう別世界みたたいに思ってましたねああいう法律論文を書く人のすごいでだけどいざ勉強してみるとあんまり対象ないです。でねどんなものかっていうのはちょっとね見ていただく1の3見てください。あの簡単な例でね説明するとまず問題を見てもらった方が分かりやすいので問題1というのを見てください。こうはいいですかこの四角の中ですね。こうは自転車への特許権者であるこれいいですね特許権を持ってるんだと。 でオツが自宅で組み立てた自転車 A を個人的に使用している。まあ他人であるオツがね、勝手にその特許の対象である自転車を組み立ててね、で使用している、乗り回していると、その事実がまあ特許権者が掴んだと。じゃあね、勝手に使ってるんだから、こうはオツの使用行為を差し止めることができるかという問いです。イエスノーですね。できるのかできないのか。で普通ね。 あの人の行為を勝手にやめろってこんなことは言う権限はありませんあのだから法律に規定せないとできないわけですねで法律に規定したらできるわけですじゃあそういう法律があるのかどうかというのをまず、えー、見つけてこないといけないんですけども丸 ① の上100条というのを見てください特許法ねこれルールですでどう書いてあるかというとちょっと見ますよ点線の枠の中これ法律そのものです で、専用自試権者はちょっとやこやしい飛ばします。特許権者は、事故の特許権を、侵害するものまたは侵害する恐れがあるものに対しですね侵害するものまたは侵害する恐れがあるものに対し侵害の停止、または予防請求できると書いてある。ということは、なんか、できる法律はあるんですね。 停止が請求できるんだから、法律に書いてあるということは、これ裁判所で判決をもらったら、国家権力を持ちで無理やりやめさすことができるということになりますから、できるとこうなるわけです。じゃあね、これに基づいて、あの、この事案でね、差し止め請求できるのかっていうのを見ていきます。でね、あの、ここでね、差し止めの条件がこの規定にありますね。どういう場合、 差し止めができるっていうふうに書いてます。特許権を侵害するものですね。そのものが侵害していることっていうのが条件になるわけですよ。まああるいはその恐れなんですけどね。だから差し止めできるかやめさせることができるかというのは侵害しているかどうかという条件に置き換わる。いいですね。侵害したら差し止め請求できると書いてあるんだから。 じゃあね「侵害って一体何ですか?」っていうふうにだんだん言葉のブレイクダウンになっていくわけですね。で、えー、法律要件ちょっと見てください。回答のとこね。公の差し止め請求は乙の行為が特許権を侵害しその恐れがある場合に認められる先ほど読んだ通りです。これはもうルールとしてある。じゃあここで特許権の侵害というのは、まあ、ここ書いてないですが別の法律に基づいて規定がある何かというと正当理由権限なくいいですか 第三者が特許権者以外ですね。特許発明を。業として実施することと、こう書いてある。で、あとはね、これに合致するかどうかになるわけですよ。じゃあね、あの。特許発明というのは、こう自転車です。実施ってなんだっていうと、また実施の定義がずらずらずらっとあるんですけども。そこに使用というのが書いてます。生産も書いてある。販売も書いてある。だから。 ここでいうオツの行為は個人的にね使用してるんですねだから実施ですで自転車だから特許発明の実施なんですよこれでね生徒理由権限はあるかどうかちょっとわからないですけどもここに何も書いてないですねあとはじゃあね行としてっていうのが条件として書いてあるじゃあ行としてって一体何ですかっていうことさえ分かれば 一応この条件は日本語なので、まあ、文章のクリアになりますね。で行としてというのはねもともと法律を作ったときにこういう条件を入れるんだっていうことで、まあ、当然ルールだから人間が決まってるわけですよ。何かというとその下を見てくださいまた行としてとは事業としての意味。で事業活動以外の個人的家庭的な行為は除かれる。 もともと作った時に法律作った時にね個人的に使ってるもんまで権利行使を及ぼすあの権利及ぼすのは行き過ぎやろということでこれ入れたわけですよいいですねだからこれで条件はクリアになりましたそうなるとあとは当てはめてくださいこの事案をあのオツの行為は個人的にって書いてますねだから個人的ということは 行としてではありませんということは侵害ではないという話です。必要条件を満たさないですから、侵害でないということは差し止め請求はできない。なので、こうは夫の行為を差し止めることはできないとこうなる。で、これ難しいかと言ったら、単に条件に当てはめてるだけですね。言葉の意味さえ分かったらできる。なので、ちょっと上にね、と京百条でありますけども、その下に。 法律要件と法律効果って難しい言葉を書いているけどもこれ簡単です法律要件というのはね、ま効果が大事なんだけども効果を生じさせる条件というのは必ずあるいいですねだから条件と効果のセットが法律です例えばですよあのお金借りたら返さないといけないなんでですか いやそんなん常識やんっていう話だけども常識やんって言うたってその返さない方はそれを知るかっていう話に歩くので返したら返しなさいっていうね民法の規定があるんですよルールがあるんですねだから裁判所というのはその条件とを判断するんですほんならあと効果も自動的に書いてあるからこれだけですだから法律の勉強ってね条件と効果のセットを覚えるだけ理解して覚えるだけそれだけですだから あの極端な話ね理系の人がじゃあ法律できるんかっていうとこれ言葉の意味分かっ誰でもでもきますじゃあねその文系の人が全くその数学も全然やってない人がいきなりねバイオテクノロジーのね開発性言われたらねテスト受けろよこれできません絶対にできないベースの知識が山ほどなかったらこれわからないから画像処理もそうですなので法律の知識でねまあ言うたら四則演算の世界なんですよある意味ね だから誰でもででもきるんやこんなな全然難しくないルルールですただの人が決めたルールを理解して事実を当てはめるだけじゃないですか難しいですか <laughs> ないでしょうこ,れこれだと難しいですよねなんこんなん誰でもできるのがんで難しいんやっていう話になるんだけどもこれね英語の英語と一緒でこれ1個だけだと誰でもできるんですけどねこれいっぱいあるんですよバーっとで全部で7目でしょうだから要はね量ですでね 量をじゃあわかりましたということで全部じゃあ頭の中に入れておかないとテストで受けられないですね。いろんなであのあの問題が出たときにそれをバーッと出してこないといけないんだけどもそれを正確に覚えられますかっていうのはそこが一番問題なんですよ。でちょっとその話をしていきます。二ページ見てください。でねあの戦略的学習法だけどもここは当たり前のことを言ってます。一学習方法の確立計画でまずね。 あの量が多いんだったら、試験に出るところだけ勉強するっていうのは絶対に効率がいいですね。なので、無駄な学習の徹底排除というのは無駄っていう意味はいろんなところで無駄があります。ここでは弁理士試験のために必要でない。知識は勉強しないということです。例えば実務の話も入れれば、その実際に勉強する情報量というのは、もう実務の試験のま何倍も増えます。なので、必要なところだけ学習する。 で次に知識の真の理解ですねこの条件の意味が分かってないと当てはめてできませんなので真の理解とあと大事なのは真に残すということです記録ね記憶でこれがね結局覚えてもしばらく放っとくと抜けていくじゃないですかここが一番問題なんですよだから要はねあの 1> 1年でで受かる人もいますす、まあ、それは頭の中に入ったわけですよで同じ講義受けてるのに全然ダメな人もいるでまあいつもねうるさく言うんだけども受けたことと習得したことは別なんやねで受けて習得しないと意味がないだから受けた後のフォローというのがすごい大事なんですよこれ実はで、ね、なので真に残すのは正確なところを残さないといけないとした知識は法律でねぼやっとした知識じ、ね、ゃなかったらどうですか なんかいい加減に覚えてね「いやもうこんなもんですわ」あいつ差し止め請求できますわってえらい迷惑になるわけですよこれだからね法律効果が出るからやっぱこれは条件法律条件これ正確にきちっと頭に入らないといけないから当然試験もそうなりますですねだから正確な知識をいかに残すかでそれを実行します計画 <laughs> 計画的にねでそれを回すんだけどもあのね新しい知識入れるってね結構重労働なんです実は。 しんどいですでしんどいし継続的に例えば一日だけやりなさいとまだ我慢できるけども、まあ、少なくとも1年間はずっっとやってもらわないといいとけななですねなのでこれ家帰ってからねほとんどみんな仕事してます。で「あ,あ疲れた」言うてねもうだんだん眠たらてきて「もう明日でいいわ」とか言って普通そう思うじゃないですか。だからね人間ちゅうのはとにかくねあのしんどいことから自然体でいくとね避けるようにできてます。あの 期限が先やったら最初からもう猛烈にやっといたらもすぐ終わんのになんか間際になって一生懸命やるじゃないですかあれなんでですかあれまだええわ思うてまだしたないしんどいのやめでもうきりが大こっちゃいうので馬力がバーッ出てくるわけですねなのでそこですそこをねやっぱりね自覚持ってきちっとやらないとなかなか頭の中に入れられないでそれは何ですかモチベーションがなかったら馬力がなかったらそれはあくまで便利心になるという堅固ないしもうここだけが支えになってきます 次のページ見てくださいじゃあねそれをいかに効率よくやるかなんですけども私がよく言うのはあの楽して勉強しましょうというんですね。で楽するっていうのはサボるという意味ではないですね。要はあ要は理解するのに普通やったら本読んだら2時間かかるところを例えば15分だったら楽できますね。それからそれを頭の中に入れるのに100回覚えて100回忘れる。 いんなこととをするとめちゃしんどいでしどでょそれが10回で済んだらめちゃ楽じゃないですか。という勉強をやりなさいというのが私の方法論です。いいで,す、ねでえー、まずね方法論1絞ってわかるこれ当然です。あの試験で次に、えー、短期の理解および短期の性格記憶これができれば絶対に受かるわけですよ。 で,これできなないからみんな苦労してるわけですね,でねそのね絞るんだけども「B 見てください出題期待値代の完成度向上」いわゆる選択と集中って書いてますけどもここにねちょっとこういう図がある。ここね、でこれ見ていただくと何意味してるかというとここからここまでが例えば特許法で勉強することだと考えてください。 法律なんでで条条から条ままありますで全部フラットにしないといけないんですかと全くそんな必要はない。あの仕事しててるると、ね、出てくる使う条文って本当にちょっとですだけど試験の場合もうちょっと広いけども出るところがもし分かったら楽でしょ勉強するのここ出るって教えてもらって勉強したらそうだけ勉強してたらいいわけやからね出るとこだけをまず絞って で縦方向は何を意味するかというとまあ,あの最初ね一回聞いただけで頭の中に入る人はめちゃめちゃ記憶力がいい人で普通はすぐ忘れてしまいます私さっきね特許権の侵害の時言いましたねあれ言えますかパッと。特許正当理由権限なとして実施することなんで,すよでそこまできちっと言えて初めてこのレベルだとか。 ななんとなく、えー、実施うにゃうにゃっていうのはもう絶対に法律要件なので許されませんだからここまで持っていこうと思ったら1回勉強しますねでそれで頭の中に入るからそうじゃないあのー、何回も繰り返して中で言えるまでやるね同じところをねでそこまで持っていかないと点数にはならない使える知識にならないだからそれは時間がかかるので出るとこだけに絞ってやりましょうとこういう話ですねそうしたら絶対時間は 短くなる当然ですね。じゃあそんな出るとこだけって分かってるんですかと次のね、えー、5ページ見てください、ちょろっとだけ見ますけども、<laughs> 担当試験も論文試験も、当然私はずっと統計を取ってます。でね、この5ページ見ていただくと、レジュメね、拡大された線画の地位という要件があります。これはちょっとね、今、なんのこっちゃわからなんと思いますけども、特許するための条件なんです。これ見てください。 ほぼ100出るでしょ毎年新規性創出の例外全部出てますね。でこうやって項目をねピックアップして統計を取ると出やすい確実に出るところともうほとんど出ないところで分かるんですよ。だからこれがさっき言ったねこの棒グラフのところです。ピックアップしてですねそこを完璧にやっていくっていうことなんですね。で そのために何が必要かというと方法論2を見てください3ページに戻ってください。本試験まで確実に残そうと思ったら、まあ、理解記憶表現っていうことでこれを繰り返さないといけません例えば特許集めの業としての実施生徒利益権限なこれ侵害ですよはあ分かりました見たらああ,ああいうこと言ってたなっていうのは分かるわけです。でその状態の知識と閉じてちゃんと中でパッとそれが出てきて 事案を見て当てはめて答えを出せますかっていう知識のレベル全然違いますねだからきちっと頭に入れるのは一旦理解してからそれの3倍か4倍ぐらいかけないといけない時間でね。そのために普通勉強ってね何も言わなければどうするかというと眺め勉強しますやったことを勉強せえって言われてるからまあ電車の中でやらないようになたーっと眺めてるんよね眺めてるだけであの滑る人としは眺めてるだけなんですよ 眺めてるだけでほんまに頭に入るんか言うたらね閉じたらすぐ分かります <laughs> 言ってみるな言えないそれは頭に入ってないという話なんですよでねであの滑り続ける人って結構いますでどういう人かというと、まあ、そういう指摘もされても閉じるじゃないですか言えないですねで言えないで言えるまでやろうと思ったらすごい時間かかるからそれはもうそんな時間かけてられへんといっぱいやるなあかんだから次々次々長めはるわけですねそれって何意味すると思います閉じてて言えなないいうことは完成してない ということは、ここのレベルが、まあ、極端な話、このぐらいのレベルでしか頭に入ってないことを、永遠と何年も何年も繰り返してる。だから一生からない話なんですよ。で,、ねで、なんでそんなことするかというと、閉じて言おうと思ったらしんどいじゃないですか。かしんどいことはどうするんですか、人間。逃げるんや。な,なんやかんや理由をつけて、まあ、忙しいから言って、も閉じて、ええわ、こういうふうになる。であの 結構ね、入門で受けてる人にもね、こういうのもギシッと言って、まあ、やったこと、やった人もすぐ分かります。だけど、まあ、後でね、あの、方法論も全部説明した上で、半年ぐらいでヒアリングします。で、なんでか言ったら、言うたことやってないね。半分ぐらいしょがいなんでか分かりますしんどいから、そうやってきちっと、そんな量は多いな、多くないですよ。きちっと言えるまで、同じことをするって人間で苦痛なんですね。だから、どう言い訳するかというと、まあ、毎年そうなんですけど、 いや,やっぱり全体を見てから覚えようと思います。だから一つ一つ見てませんとか。だからそれってね、何かというと、まあいつも言うんだけどな。受験生ってみんなはね、どういう方向へいくか。あの、滑る方向へ自分でトラックを切るんですよ。ちゃんと言われててもね。で、もちろん指導されてない人は。もともと滑る方向へずっとだらだらだらって言っても、もう全然集約しないから。それはよっぽど優秀でない限りは頭の中に入らない。一部の人がパッと受かるけども。 滑ってる人もねなんで滑ったかよく分からんと同じように受けてるのにて私が見たらもん一目瞭然ですよなんなもんねということですだからそういう勉強をねやっぱりしっかりするっていうのはやっぱり自分自身よく考えてやらないといけないけども決して難しいことではないよ、ね、次えー、っとですね3見てくださいあとはひたすら真面目に学習ですやっぱり時間をねやっぱり確保しないとやっぱり 頭の中に定着しません。繰り返しというのは必要です。ただ繰り返しは特典につながる勉強ですね。これをしないときね。で、あのー、ここが結構できないのは、集中してね、例えば1年とか勉強した経験はいつですか大体ね、大学入試するときはみんなやった。やりましたね。大学院、私も大学院行きましたけど、あれはね、1ヶ月ぐらいやったかな。勉強したのは。 でね便利試験もう死ぬほどしんどかったです。私平成3年ですからもうめちゃめちゃ難しい2.8%ぐらいの時ですね今6%ぐらいでしょ8番だからねめちゃめちゃやりましたもうあれ一番しんどかったけども今のね受験生の人もねあのいろいろしちゃんと方法論も全部言ってもらえるわけですよ私の時はそんなななかったからもう手探りできないね集中してやってないから結構しんどいじゃないですか。 しもうあのようせんねん言うて1日1時間で限界ですよ言うて言わはるわけですよ。で受かりたいんですって言うんやけどねあんたの頭で1日1時間で受かるんかと。で受かる頭やったらかまへんそれでね。というのを受かる頭で1時間で全部吸収して定着する頭を持ってたらラッキーですよ。普通はそうじゃない絶対ね。私もそうじゃなかった。もう死でから忘れていく。ね。それを見てやっぱり効率よくやるというのは例えば。 記憶時間のの確保のために何すするかいやみんなは仕事してますだけど細切れ時間ってあるじゃないですかあの電車待ってる時間とかね、まあ、歩いてる時間にこうみんな危ないけども理解記憶表現だこう表現しもって歩けるでしょでじゃあ法律の勉強ってね静かなとこで座ってやらないといけないかっていうとね一回侵害ってこうですよって分かったらあとはそれを覚えるわけです。その時は 一行覚えるんだったら一本あったらできるじゃないですか。理解記憶表現でしょ。だから行き帰りでできるんですよ。いくらでもね。いくらでもじやる時間だから細切れ時間の活用というのはもうめちゃめちゃ重要になってくるとこういう話ですね。じゃあ四ページ見てください。まあここね簡単にいくとあのね知識の入れ方としてはレジュメの方ねあの度胸これ全体像です。これ度胸で勉強するところで度胸は二十問なんですけども。 ベースになるからこの特許のこぼれ問題みたいなのが一生一生で出る共通点があるだから非常に特許は重要なんで最初きちっとやらないといけないでね頭に入れるためにはまずね全体俯瞰をして知識を入れる引き出しみたいなのを作るこれは絶対条件ですでまず大きい引き出しはこれすごい多いでしょだけど特許前と特許に分かれるじゃないですか 特許される前といいうのは特特許許庁にかか出願していろんな手続きを踏みますこれはわかります。すこれれわりね。特許されたら特許権が発生するからさっきみたいに侵害だったら差し止め請求とか損害賠償請求ができるわけですねだから特許前と特許後の規定に大きく分かれるであとは下にね審判訴訟でありますけ、ね、どこれ不服申し立てと考えてくださいで左下条約絡みこれはもうボリュームとしては少ない4つに分かれます でね、特実いい書、すべてこの四つに分かれます。で、例えば論文試験、特許前から一問、特許後、まあこれ審判訴訟も入ってきますけども一問で二問です。必ず論文は必ずと。でさらに特許前はちょっと見てください。四ページね、特許要件でありますね。四角のに、特許前のちょっと下のところ、これって何かだ、何でもかんでも特許したら偉いもちゃから価値あるものだけ特許する。 特許すするるための条件でいいろいろあるそれと資格の4権利取得の手続き特許庁に対して、まあ、これ弁理士の仕事ですね出願して補正をしたりうんぬんこれがあるですねで必ずね特許要件か手続きかこの2つもう1個ちょっとあるんだけどもそこから出るって分かってますいつもそうやからよ、ね、じゃあそこをしっかりとブレイクダウンして押さえていけば 時間の問題になるるはずでしょ出るところねそういう形でね結構ね結構というかその切り分けをしてねで確実にどこのポイントを得点に出るから頭に入れるんだという項目を明確にするんですよ。で一番最悪なのは1年間ダラダラダラっとね講義をします大体ね。で 私はもう結構うるさく言うん向かよ。もとこうや向かないんで向かってほしいからね言うんだけども何も言わずにだラだラだラっとされてほーと聞いててね受かかりますかそれでよっぽど独学でむちゃくちゃやらないと効率が悪いし頭の中に残らないですねだから方法論を踏むっていうのはものすごく大事なことだと考えてくださいでそうすれば時間の問題になりますまあしんどいですよもちろんねだけどあのー、普通にだらダ,ダラダラやるよりもよっぽど楽して頭の中に。 定着させるることができる5ページ見てください。でね勉強方法としては先ほどの内容をちょっと整理するとね登録前と登録後というのは特許前と特許後です。それから審判訴訟と条約ですね。でその中で特許要件と手続きで登録前の保護というのはもう一つある。でここの項目が例えば産業上の利用性発明規性ということで。 これ書いてないいでですすけど5つぐらいなんです重要なさっきの要件ね。特許するための条件は困難ですよっていうのが5つぐらいでその1つが例えば6ページ見てください拒絶される要件として特許出願前に上から123412345新規制の要件ですけども特許出願前に日本国内外交において公然知られた発明 これれにに該該当当ししたら拒絶されます,で拒するように全部該当しなけれれば特許されるんですねなのでこういう条件を頭に入れていくでそれが大枠で5つぐらいですねこれはまあ3つあるの3つまとめて1つですけどもというのが特許権件ほんなら何ですか要件と効果が頭に入っていれば事実関係が出てきた時に当てはめたら答えが出ますとこういう話ですね。 で特許後は下に書いてある編みかけ部分に多く分かれてだんだんブレイクダウンをしていくでその中で大事なことはねどの項目をしっかり頭に入れるのかターゲットを絞ってっていうのをやるのとやらないと全然違うです、ね。でザクッと勉強するんだけども本試験に出るところ出やすい期待値が高いところを確実に一つ一つ頭の中に入れていけばやったことがそのまま。 得点になるはずですね。という勉強をしっかりやるかやらないかというのはえらい違いやと。こういう話です。7ページ見てください。まあちょっとこちら飛ばしてね。二の三、記憶するですけども、ターゲットを絞ってコアを形成し確実に残すっていうのが絶対大事になってくる。でね、でね例えば最初迫正規の要件であれば、下の表にあるように、 特許権の侵害またはその恐れがあることで、効果が停止予防を請求できる。ちょっと言いましたね。で、こういう形でそれぞれの解釈は右側にある。でね、私の講義ってどんな本にするかというと、あのこれ特許法でね、十一回かな入門基礎がね。で、十、え、十、ー、何回なんです。で、それで十分かというとね、結構きつい。あのゆっくりやったら簡単なんですよ。 あの普通にねあのパッパッパッとゆっくりゆっくりこの項目をねずーっとゆっくりやってその全部試験に出るところがね例えば10あったら10説明せんと5ぐらいしといたら楽じゃないですか1個ゆっくりできるから。であの聞いてる側も楽でしょ同じこと何回も言ってもらえるから1回ぐらい抜かしてもできますね。ただそれするるとととねまあ,10あるうちの3ぐらいにしとくと 楽なんだけどもあとならどうなんねんいう話ですよ。要はね。であの3だけ教えてもらって「あ嬉しい」って帰って「ほんまにええんですか?」っていうふうになるとそんなええことないわけや。試験に受かるのが目的だから。だから10を教えようとするとまずどうするかというとまず黒板書きしません、ね。もう全部黒板書きは前もって準備してるもう長年ずっとやってますから。でそこに書き入れてもらう形を取るんだけどもさらに壊れ締めっていうのを作って まあいわゆるね出るところで絶対に頭に入れないといけないところでグッと絞り込んだレジュメと別につける知識の一元がですねそれは確実に覚えてもらうですね正確にというふうにしていけば効率性は絶対に上がるですね。で7ページのこの表のこういうものをいくつか絞ったものがコアレジュメというものです。 で普通のレジュメはねもう図紙してどうのこうのっていっぱいバっと分厚いもんですよいわゆる黒板書きがもうそのまま種類になってていると考えてくださいで基本的にね書いて写してもらうのはいいんやけどもそれするとね10教えるところがやっぱり6ぐらいになっちゃいますね。だから他はもう教えられないということになるから、まあ、それがですね受験生にとって本当にいいのか悪いのかって言ったら受かるのが目的なんで本当に真剣にやる人にとってはねあかん。 もともと勉強せん人でねもともと滑る人っているじゃないですかもう全然勉強せん人そういう人にとってはねあの聞いてたら心地がいいわけやあの何も惜しい予習してきてもあ分かったーいって,きてもどっちみち滑るのは一緒やねんあのねだからそれするとできる人がもう落ちてしまうからそれはしませんできる方に合わすという話でねでね8ページ見てくださいまあ江口メソッドの実行ということで面と点の学習って書いてますけども真ん中にね 趣旨、要件、解釈で書いてますね。で、要件というのは条件なんです。でね、まあ、物理とか数学とかでね。あの、まず昔勉強したときに。定理をきちっと理解して、で、定理使って答え出すじゃないですか。か当たり前ですね。あれ、一緒です。全く。要件が全部基本的な。定理になってる。で、そこが曖昧な状態で。事案を問題をやったって、あかん。 で物理でも数学でもできへん人ねだね大体定理分かっとらへんわけ全然ねでも問題ばっかりやるからも分からへんちゅう話になるからもう原理がきちっと分かってないといけないとも一緒ですただね物理数学の場合はね楽ちんだったのはあの英語みんな嫌いなんですあれいっぱい覚えなあかんから嫌やってね物理数学であの覚えんでもいいじゃないか定理そんなもん弱じ,じゃないからあと使って応用したらええだけら楽ちんなんやだから私もねすごい物理数学とかまあ科学はいっぱい覚えましたけどね好きでした覚えんでもいいから。 これいっぱいあるんですね。ちょっとね、英語の単語をねではないんだけども、まあ、それみたいにたくさんやっぱり頭の中に叩き込んでいかないといけない。ここがで残さないといけない。これが難しいところなんです。難関というのはそこです。で、八ページ見ていただくと、えー、そのね、基本趣旨要件解釈というのをきちっとやっていれば、あと事例問題で書いてますけども、それは全部。 答えは出る。で、事例問題が点です。で、真ん中の要件というのは面です。言ったらね、一般的な話ですね。だから点ばっかり一生懸命やる人は。条文を全然読まないから、確実に滑ります。で、モチベーションの維持見てください。三。でね、これあとはね、まあ、なんやかんやだって人間なので。ロボットみたいに、もう、ビシッとね理、理屈通りに動くわけじゃない。ですね。 やるる気がししないいもももああればもうしんどい時もあるでその時にねやっぱりモチベーションをどうやって上げるかなんですけどね人間ってねあの成果が出たらやる気するんやご褒美が必要なんです勉強したことに対するねあの仕事でもね成果が出たら「わあこれもうできたから次やろう」ってこうなるけども全然出なかったら「ええ俺」ってモチベーションやっと落ちてくるじゃないですかただから小さい成果の積み上げです。例えば ここまでを覚えないといけないので、覚えたことを過去問で検証するんだけども、担当試験はね。で計画を立てて、その通り動いていたら、あ実文はじ実際に動いているっていうのがわかるので、目に見えてわかるで。何やってるかわからないというのは一番モチベーションが落ちます。いいですね。なので、えー、小さな成果の把握、ターゲット、確定、フォロー、その把握、やれっぱなしは習得なしということで、まあ、コアレジュミの過去問の往復 っててて書いてますけどこれは計画を立てることが大事だ <laughs> あとはね受験仲間総会の啓発、まあ、1年目はねなかなか受験仲間,、まあ、仲間できませんけども大体論文勉強する時に今でもまあ明日もゼミがあるんですけどね、まあ、30人か40人ぐらいでやってるんだけども名前がもう毎週出るんですーってねで知ってるじゃないですか。ならもう出たらそこそこ勉強するとねええー、とこまで来るだからもう次にねベンチマークも決めるんや。 でこれこれこれって決めていくとものすごいね、まあ、競走馬と一緒やうわーということでやってると思うっいくっていう話ですねあとは時間管理をまあきちっとしましょうということであのやることが明確だとモチベーション上がりますだけど何かようわからんけどやれ言われてるからあっち見てこっち見てってやってるとモチベーションでガッと落ちてくるんですね次のページ見てください でね、えー、9ページの、まあ、入門基礎、まあ、入門のね事業の体系は入門基礎があって入門論文があって入門担当で3週回すことになるんだけども上の入門基礎はべったりやりますここが勝負やでねでここは私はかなりね1年目だからっていうことでねまあ最初からにのんびりしたらええわーっていうような講義もあるんだけどもそんなんしとったら絶対損じゃないですかだからもう最初から全力同球ですねで 基本ができたら入門の論文で論文の場合はね書くパターンで決まってるんですもっと狭められるでそのパターンをやることによって串刺し的な勉強になるからこれは論文だけやっても相乗効果があります担当でねまあ狙うは担当なんですけどねでそれが終わったら入門担当で今度はテーマごとの知識が入ってるから今度は条文の確認で築城でいきます大体蓄城でこれで,でまあしっかり言うた通りやってもらったら みんな受かるという話ですね。で、えー、その下レックのテキストこれは予習用に使ってもらったり、でオリジナルレジュメプラスコアレジュメということになります。でね、あのレックのテキストすごくよくできてるんだけども、あれで入門担当試験受かるのはちょっと無理です。あの入門の基礎はね、で後半の部分はその筑城のやつがあるんですがあれはまあそこそこいいけども。 それととレジュメと併用しますでコアレジュメというのはもっと絞ってね出るとこだけをきちっと常に覚えてもらうというレジュメもうこれを作っていきましょうという話ですねでまあいろんなテクニックはずっとあるんですけども基本的にね目指すはね考えてほしいのは TTPP って下に書いてるじゃないですかこれは私が考えたんですけどトータルタイムパワーポイント、まあ、担当試験だったら39点で受かりますなら1点とんのに どんだけ時間を費やしたかっていうのは常にコスト意識を持ってもらいたいという話です。でねあの下にねちょっと例を書いてますけども TTPP30.7 で書いてるじゃないですかこれね1年間1,200時間勉強し,たらして39点取ったとしますですからなら3 9合格点なんですよならね1週間25時間勉強したと仮定してください。 1>, 1週間25時間でどんな感じかというと1日3時間で月火水木金で3515ですねで土日で5時間5時間で25時間になりますでその3時間というのは生き返りの通勤も含めて勉強できるからですねだからもっとできるはずなんや。で仮にこれでえ年間千200時間になる39で割ったら1問当たり30時間出るとこがそこそこ分かっていて。 30時間必要ですか?」言ったら本当は十分なんでですねこれでだけど何年も何年も滑ってる人というのはいくら時間を投入しても得点につながってないという話でしょでやり方悪い話ですよ。で中にはね1年で入門講座を受けててね今年も53点とかあんな難しいのに取る人も中におる。まあ違いは同じのを受けても定着率は全然違う話ですねまあそれだけです 最後10ページ見てください江口クラスの特徴ですけども基でね全員的がまあ教団な話全員が表面的に喜ぶ講義っていうのはゆっくり説明してっていうのは教える量が少なくなります基本的にねでそんな余裕はないんや思うなだけどまあまあ,あの思うがままにバーッと説明すればわかるじゃないですか であ分かったって喜んで帰っても実はねやってないところがいっぱい出てくるっていう話になるなので、まあ、それを分刻みで講義をするで最初の半年がきついんだけどもきついということはよく勉強してるという話なんやということは他の受験生により前へ行ってるとこう前向きに捉えなきゃきついのはしんどいからもう逃げるっていうのはほんまに弁護士にしなりたいんかいっていう話ですねでね。 まあ入門基礎入門論も入門担当もまあまあちょっと時間がないのでまあ割愛しますけども多くが喜ぶ講義でターゲットにするのはどこかというとねものすごくできる人っていうのは記憶力もいいそういう人は私の講義受けてたらも,うもっと早くならピーンと行くんだけども中間層やなここをいかにボトムアップするかやってもらって受かってもらうかというのが やっぱり統計データとして出てきます。一年後かはあんまりね、あの、当てにならないです。もう個人的な能力っいうのはもすごく多い、えー。よりますからね。で、あとね、勉強するにあたってちょっと注意してほしいのは、瞑想型。滑る人のね、典型量ってこれなんですよ。瞑想型でね。あっち見たりこっち見たり、チャラ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 ,チャラもう計画性ゼロですね。そんな人おるね、たまにね。ほんならやっぱりね、出るところを勉強する、してない。頭なんか入れない、中意ないからダメ。自己中型。 そうな話聞かない私はこの方式でいきますっていうのは大体それでも正しかったらいいけどね自己中の人で大体ずれてますでねであとは瞑想と自己中がハイブリッドとかねそれから逃避型もうしんどいことはすぐ逃げるねもう自然と本能的に逃げるほんならこれは勉強しないから知識入らないダメタイマン型怠けもんやもう最初から勉強するのも,もう嫌いという人、まあ多分そんな人は弁理子受けようとも思わないと思いますけども まあこの辺をね混ざるとねかなり辛くなるので、まあ、とにかくね計画性を持って方法論をきちっと踏めば今のところは難しくなっても受かりますみんな受かるんですねやればですよはいじゃあ一応ねちょっと時間過ぎましたけどもガイダンスはこれで終わります